もうご無沙汰してます。久しぶりでございます。あ、まだいらしてない。アリコさんまだ、ね、ごめんなさい。ちょっとマイク近いのでちょっともう一個言っていただいてもいいですか。結構やはり声量というものが、またそうやってマイクの集音機能に頼りっぱなしです。マイクはいいものになった。4度ぐらいだって今。すいません、ちょっと割れちゃう。ゲージが本当だ。こちゃんもね、本当にごめんなさい。本当にもう、かの泣くような声は引き続きね継続されてて、もう腹式呼吸しなさいな。本当にもうもう一方は、もうそろそろなんじゃないのかしら。おそらく待たせるのね。私に次ぐマイペースな方なので。マイペースなんてこの表現できないよ、あの悪質さは。悪質か。悪質です、なんかもうやってません。今日寒いです。寒いですよ。なんで格好してんのやんた。あんたもやだ。いやでもごめん、早く着いちゃった。えっ、ごめん、早く何してたの。早く着いちゃったよね。寒いと思って4度今日寒くない。今日秋田は遠かったですか。あ、そう、40分。でもまあでも飛行機だとね、今日ね、今日、40分、本当に、うん、私は結構ね時間かかったんですけど。あ、そう、ニューザージーからだから。あ、そうだ、ニューザージーからだ。そりゃそうよ。じゃあまず成田、羽田、伊丹空港。伊丹ですって、もうまさかの、まさかのございました。あれどっちにしたんですか。ねえ、そう、あの関空もあるし、セントレアとかもね、どっちか。日本からの海外の玄関口たくさんあるんですけれども、今回ブレナさん伊丹空港からいらっしゃったということでね。アップルジュース。アップルジュース。アップルジュースにしたんだ。アップルジュースにしたんだ。あら。私がみんな魔女。そりゃしょうがないかなって思って。治った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 。そう。なんかね、たまに喋りすぎちゃうから、パーってやんないとね、戻ってこない。秋田ですよ。秋田。おお。お久しぶりなんです、私。私も久しぶりよ。だって3年ぶりぐらいじゃないかしら。おそらく3年は経ってるから。え、以前ってあれ？ジェンガ？ジェンガよ。そう。なんかドリンクも飲んだからね。あ、そうそうそう、シェイクとか。そう、お芋、お芋だった。ギブミアシェイク。ギブミアシェイクしながら。ワーナシェイク。ご久方ぶりに集まろうよ、つって。秋田県秋田市、鳥天狗さん。鳥天狗さん。こちら何か、お借りが終わりになるの？ないです。ないです。ないそうです。あの、美味しいって教えていただいたので。そうなんです。じゃあブリアさんも初、初でございます。まあ楽しみ。お二人はいつぶり。私たちも3年ぶりぐらい。大黒巻き込んで、うん、そう、大黒巻き込んでからの今後。大黒巻き込んで、大黒巻き込んでからの3年ぶり。本当にそうね。ご無沙汰しておりますねえ。あなたの夢にお邪魔します。イエイエイ、うん、ドリアンです。昭和の君だけ、エラメジュンコです。よろしくお願いします。昭和も罪なもんだ。おう、お腹空いたね。お腹空いた。食べたい。せっかく秋田にお邪魔させていただいたから。ジュンコさん、秋田は7回目だ。7回目。あ、結構来てる。結構いらっしゃってるのね。結構来てる、来てる。何しにいらっしゃってたの。あの、保険とかで。保険でブリアラさんにね、お声だけいただいてる。ちょっとね、3日前かもね、お腹の方ね、すくイメージしてきたの。そしたらなんかすごい、今絶好調で、イメトレの効果抜群ってことね。ないから、あれだ。ちょっとポンポンと置いていきましょうか。リニューベンのやつが、比内地鶏の
皮です。鶏皮、大好きです。鶏皮ちょっと嫌じゃなければ、比内地鶏の皮はすごい弾力があるのと、うん、他の地鶏に比べるとやっぱ割とその皮下脂肪がすごいたっぷりついてて、で今回皮下脂肪ごとベリッと外して湯引きして、うん、であのポン酢みたいなものに漬けにしてあります。今日あのレモン絞って作ったポン酢っぽいようなものを漬けにしてあります。よかったらね、まあ、混ぜて食べるなりバラバラに食べるなりお好みで、はい、で、あと右下の白いお皿なんですけども、下にあのパンデミスっていうフランスの焼き菓子っぽいようなものを引いております。あのシナモンと蜂蜜たっぷり使って、で発酵させないんでパンというかちょっとクッキーっぽいかもしれませんけど、ちょっとやばい。で上に長方形のものってるのが船内牛乳レバーです。バターすごいたっぷり加えて、で、ムースを作ってからそれをあの凍らしてありますので、なんかレバーのアイスだと思って食べてみてもらえる。であのパンデミスと一緒に食べるなりバラバラに食べるなりよかった。で、左下の黒っぽいお皿は、あ、落花生乗ってますね。やっぱ落花生あの生の落花生茹でて、今ちょっと出てるので生の落花生茹でてあります。で、黒っぽいお肉みたいなものが乗ってるのが、それが比内地鶏の砂肝です。焼き鳥だとあのコリコリとして美味しいですけどね、はい、今回でも比内地鶏の砂肝結構ゴリゴリと硬いので、うん、油で2時間ぐらい煮るという行為でちょっと柔らかくしてから、本当砂肝の上ですね、ごめんなさい、砂肝の上に落花生とニンニクとオリーブオイル煮詰めて作ったようなソースかけてあります。美味しいじゃん。あとは最後のお皿、ポテサラとキャロットラペと、あとお肉立てかけてるのが比内地鶏の甲殻枕風の、最初いただきまーす。どうしようかなー。わかるわ。ビスキュイみたいな音ね。それいただきたいわ。そう、本当にね、シャイシャイ。すごいしてる。これ落花生。この上のレバーがね、本当に凍らせてあって、スリちゃんにで。落花生、大きくない？食感としても、本当にこのレバーの香りがわーっと広がるわ。このギバちゃんだっけ？お、青島確保だ。ね、この菊が2種類あるっていうんだけれど、やっぱお色味もね、すごく綺麗なんですよね。黄色と紫と赤とこの比内地鶏の皮だって、ね、脂肪ごとね、そうベリベリって話しちゃっておっしゃってたけど、美味しいわ。混ぜ混ぜすると美味しいのかな。いや、やっぱこれ混ぜてもいいんじゃない。キャロットラペもね、好きなんですよね。おいしい。素晴らしい。薄皮剥いた方が、薄皮剥いた方が、ありがとうございます。痛み入ります。あざます。これもさ、このネバネバすごいね。もう食感でびっくりした。ほんとだ。こんなことがあってなる。あ、食感でびっくりする。すごい。あ、すごい、一気にいった。すごい、意外と冷たいよ、あれ。大丈夫？冷気が出てる、口から、口から白い冷気出てる。あ、震えてる、これ、震えてる。美味しい、これ。めっちゃ、新食感。いや、本当に母乳サク、ヒヤヒヤってなってね。美味しい。先付けの時点でこんな美味しいんだったらもう大変だよ。大変だよね。ピクっちゃうね。ピクっちゃうよ。連日レンチンでさ、シャキシャキにちゃんとこのした素敵なお料理を包んできて。さっき何にしたの？おにぎり。ずっとコンビニの、コンビニ弁当の。いつもさ、おにぎり潰れてますかね。いつもね、ポケットにしまってるんだけど、さっきあのブリアナさんにポケットが出したときにこんなに細くなっちゃってホットサンドですかって言われたんですけど、そう、あ、でもあれ美味しいんだよ、つむでると。あ、
あと、あとで揚げるね。いらないごす。これが鶏肉好き。これがこの横隔膜。横隔膜。うん。うん、すごいね。すごいね。これ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 。うん。やっぱこうさ、ちょっとこう、普段住んでるところからちょっと離れたところにお邪魔してさ、うん、その地元の美味しいものをいただけるっていいよね。ね、夜遅く諦めてさ、なんかもう本当にコンビニ弁当とかね、ラーメン屋さんとか、まあ、それも美味しいんだけど、こうちゃんと丁寧に作られたものをいただけるって美味しいわ、嬉しいわ、ねー、ねー、肉美味しい、やばい、ペロリンチョ、本当に3年前に会った時に、うん、どんな感じでやってたか完全に忘れちゃうね。いいのよ、だって人って成長するの。そう、この3年間いろいろあったじゃん。私すごい変わったもん。何あったこの3年間。泣いたりとか、結構いっぱい笑ったりとかね。あんまりこう、なんか、ふざけない。前も真面目だったもんね、結構ね、ちゃんとね。私結構ずっとね、しっかり、やったよね。あ、なんかこれは何でしょう。これあの比内地鶏の、はい、もも肉をちょっと焼いただけなんですけども、はい、あのよかったらで、うん、もも肉って言ってもちょっとまあなんていうかいろんな部位があるというか、あの赤身がその強いところ、うん、で筋も通ってなくて、うん、弾力はあるけど割と食べやすい部位かなと、よく動かすので赤身が強いもも肉、こっちの方のお尻に近いところのもも肉でまさに皮とかもあるし、皮下脂肪も分厚いので、なんというか、はい、でお肉自体はちょっと、まあ、白身とは言わないけど、赤身がちょっと弱いです。よかった。まあ、でもどちらもちょっと肉なんで、もも肉とかも召し上がって。ありがとうございます。最初に私のもも肉舐めてました。大変だ。いただきます。そげてもらって、もう便利でございます。あれもう、なんか、うん、日本酒とかって飲む。あら、いいんですか。米どころは酒どころ。マスター、そんな酔わせてどうしようっつう。後でクライフォーに一緒に。本当だよね。後でクライフォーに一緒にって言うの。ね、後でクライフォーで一緒にって言ったわよ。こいつちゃん大丈夫ですか。最新持ちだよ。あ、そう、あー、もうタブー、インモラルね、燃えるわ。先ほどのパンは奥様。え、そうなんですか。パンが奥様。私のパンは奥様。いいね、そういうことよ、ね。奥様はパンです。大爆ミコみたいな、はい、それコメットさんだね。ごめんなさい。どうもってね、マイショーミツコさん昔言ってましたね。あ、これはもういい夜になるわね。この一緒に三年目のちゃんやってましたよね。素敵ね、この器もね、素敵、うん、あ、ここらで、はい、ありがとうございます。こちらちょっとね、雪の美人、じゃあ雪の美人いただきましょう。秋田の、じゃあいただきます。はじめまして。はじめまして。お、ちょっとなんか炭酸感がある、うん、絞りたてのお酒でちょっとピリッというかシュワッというか、うん、シュワッというかスパークリングっぽい、うん、スパークリング日本酒、すごい美味しい。へえ、面白い、美味しい。ドライっぽいんだけどフルーティーな感じもしてすごく美味しいね。完璧です。口に含んだ時にいい香り、すごいね、なんかシュワッと炭酸感がどう。フリアナさん、鼻に来たね。鼻に来た。鼻にツーッとこう、なんかあのドライジンジャーな感じがね。ね、寿司じゃないの。美味しい、美味しい。うん、美味しい。頭に来た？大丈夫？蔵として、水害で大雨だね。蔵がちょっと浸ってしまったので、うん、工事されたんですよ、うん。で、ちょっとそのラベルの表に今、復興絞りたてって書いてあるかな。復興絞りたて生酒。そうなんだ。なので、ちょっと工事して、やっと絞ったお酒。で、これちょっと飲みやすいから。これ全然もうグルグル飲んじゃう。やばいね。やばい、鳥天狗さんも来てほしいし、この美味しい料理とともに、こちらのね、雪美人。雪美人をぜひ飲んでいただきたいわ。鳥天狗さんもなんか結構、はい、お水浸しになったとか。そう、床上浸水しちゃって、うん、いや、2ヶ月休みになって。うわー。それはいつぐらいでしたっけ。7月の15から今年の。そうなんです。つい最近ですよね。え、最近です。起きたら割とそういう水害みたいなのもちょこちょこ全然なかったんですよ。
から50何年ぶりとかって言ってましたし、はい、そういう水害があったので、じゃあね、なかなかね、だいぶもう再開されてるお店さんも多いですか？今やっとそうですね、あそうほぼほぼ、あと、ま、辞めてしまった方もいるんですけど、基本はもうやってる人たちは多分復活できたんじゃないかな。よかった。この辺りって言ってみれば駅前のまあ繁華一応さすね。ですよね、そこら辺のもじゃもう、うん、そうです、そうです。じゃあ地下街とか大丈夫だったの？もう通行止めになって入れないですもんね、車が入れなかった。ちょっと待ってください、さっきのところとか、あ、そうです、さっき車でこう通ってきたところはもうずっと通行、あれじゃあもう浸水したところからあそこまで持ってったってことですか？そうです。いやーすごいね、今までそういうことが全然なかったのに、うん、もうびっくりですよ。ですよね、ね、雪はね、慣れてるでしょうけど、うんうんうん、水害はね、なかなかないですよね。ないですね、この辺で水害ってね。いや、でもね、こうして復活されてるかなと思います、ね、で少しでもね、これをご覧になった方がまたちょっと秋田行ってみようかと思っていただければ、来てください、鳥、ね、天狗さん、天狗さん、秋田にね、もう来ていただきたい。秋田いつぶりぐらいの感じ？私、どれぐらいぶりでしょうか？1年ぶりですかね。1年ぶり、あ、そう、私はね、8月末ぐらいに秋田に前回お邪魔させていただいて、そうよね、そうそう、その時はもうほぼ初めてだったんですけれども、なんだっけ、魅惑のニューハーフエンターテインメントショードラッグクイーンとしてお邪魔させていただいて、そちらでこう秋田のキャッスルホテルさん、うん、で、ディナーショーをやらせていただいた時にお邪魔になったんですけれども、うん、ただその時もね、いろいろこの地のものをいただいたんですけれども、今日のご飯も美味しい。今年だって2回来れたのよ。そうね、うん、まさかそんなことになると思わなかった。そう、だからすごく縁が、縁があるんだと思うんだよね、その何回も来るとか。秋田とドリアン、ね、縁を紡いでみませんか、ね、秋田県知事の方、よろしくお願いします。県庁、うん、市役所でもいいですよ、ぜひぜひお使いください。何かしら仕事つかんでくれ。いやもう、ぶどっちゃうよ。前回はでも結局何年ぶりだったの？前回はね、2日ぶりとかだったかな。2日前にいらっしゃったんだ、秋田は。意外と結構間が空いてなかったね。スタンドにしてます。あ、そうですか。そう、2日前は何されてたの？お友達の、うん、沼ちゃんって方がいて。沼ちゃん、うん、そう、沼ちゃんとね、結構アーガのコーナーの、あら、うん、チンチロゲで、あら、まあ大変だ。純子さんの秋田小町を、秋田小町すごい大変ですね。本当にもう笹に仕切っちゃって、あら大変だ、なめはげだなんつってね、だい悪い子いねがってね、悪い子いねが、大変だ、そう、すごい、私の秋田小町の中をずーっとね、炭酸しよう、炭酸しよう。わ、なんかすごいよ。なにすごい、なに里芋。あ、これヤーコンっていう。ヤーコン、ヤーコン、よく和食でやるんですけど、根菜とかすりおろして、うん、で粉をまぶしながらこう加熱して練ってもちもちさせて、お餅とかおまんじゅうみたいに仕立てるので、今回ヤーコンと、あと刻んだヤーコン、食感用にすりおろしたヤーコンと刻んだヤーコンと、あと肉味噌を作って中に閉じ込んでます。なんで、ヤーコン、肉味噌、ヤーコン、ちょっとこのとろみだまらなくて、あんかけてます。もう大将、何する気やん。純子さんのあんすごいよ、今。白あん、粒あんの腰あん、とっても大好きよ、もう本当に美しい湯気だね、湯気が、ね、でもね、わさびがしっかり効いて鼻にくる、美味しいわ。食感がね、面白い。鼻に抜けるわさび最高よね、うん、ただ辛いだけじゃなくて、そう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 、うわー、これはすごい、うまいっす。いつの間に作ってたのよ、ヤーコン。うんうんうん、おいしい、あったまる。うん、熱そう。あ、でもちょうどいい、ちょうどよく、うん、すごい、人肌中毒って感じ、すごい美味しいよ。うん、うん、いや、なんかさ、すごくいいね、あったまって。美味しくない？美味しいよね、やばいね。あー、これ美味しいよね。うん、ヤーコンってないですよ。美味しい、この子、やばい、やばい。ぜひ、ロイテングさん来たらこれ絶対食べてくださいさ、うん、私、来週期これたまらんち、うん、愛の進化一応味にしたの、すごいね、髪がこう、で、いろんな味が出てくる、うん、いろんな味出てくるね、
当に、ね、このなんか湯気の美しいこと、あんみたいなやつ、すごい美味しいわ。うん、うん、ああ美味しい。うわあ、これ日本酒飲んじゃうね。ああ、すごい。うん、うん、美味しいよ、ジューシー、すごい。純子出てきちゃった。雪美人さん結構来るよね。雪美人さんすごい飲んじゃう、やばい。ちょっと玉ねぎの板を入れていきますね。よかったらね、内臓も入れていただこうかなと思うんですけど、ちょっと好き嫌いあればその好きなものだけカット入れてもらって。いけるいける、全部いけるいける。じゃあ先入れよっか。いい、じゃあなんかちょっとかけますよね。はい、そう、はい、じゃあ見てて、私たちやるから。いいよ、じゃあゾバゾバってやって。そう、お玉で。はい、玉ちゃん、はい、いいよ。はい、ちゃん、わーすごーい。ちょっと僕割り下、ごめんなさい、目の前に作ってるやつ、ちょっと割り下も。あ、割り下右京さん、わーすごい、すみましたね。わー、これはいいかな。わ、卵割れないんですね。え、これなんで割れないんですか。ほら、膜みたいなのが。あ、お鍋、お玉、お玉、金玉、金玉、金玉。そういいわね、この鍋を後ろに我々がこう言えってのはなんか、なかなかない絵面だね。なかなかない絵面だね。いい絵面だと思う。水塩つばこです。レーズンラムです。オーガニックベジコさん、3人合わせて星屑スキャットです。怒られるのか、全然平気。全然平気よ、全然怒られる。大好きだ。そう、 うわ、玉ねぎもいい気持ちになってきたよ。いい、わ、グッズグッズ、これご覧いただけるかしら。金柑なんかはレア気味に食べる人結構いたり。ああ、そこ卵に入れちゃっていいんですか。あ、で卵にドボンと入れて、ぜひぜひ。湯気がすごいね。うん、うん、うん、なんだろうね、なんか不思議な食感、うん、美味しい。私はレバーを頂戴いたします。うん、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 あ、すごい、おいしい。やばい、泣きそうよ、ね。ああ、栄養待ってれば。寒くなってきてからさ、ね、しっかり栄養取らないと。あ、たまねぎ食べた。すごい染みてるよ、感じ。おいしい。いわゆるゆで卵みたいな感じでもないし、うん、生卵でもないし、うん、なんだろう、プリンパンもするし、これはね、表現できないから食べていただかないと。うん、うん、ね、うん、やっぴじゃないの、おいしい。このすき焼き、ちょっと贅沢じゃない。いやね、本当になかなかいただけないよね、うん、これはなんていうんだろう、鶏もつすき。あ、まさに鶏もつすき。で、今日この後あのもも肉とか胸肉もちょっと同じように割り下で食べてもらおうかなと思って、その時はあの秋田のちょっとまあキノコとかしてる。あー、キノコ、うん、お酒飲むとさ、で、ブリちゃんが持ってんのが山本、山本、山本純子、山本真也、山本、山本、山本ピュアブラック、ピュアブラック。あ、ほんとだー、おいしい。あ、でもこっちの方がヤマトピアブラックの方が日本酒感が強いかも。ね、ね、うん。味がしっかりこう日本酒感が出てる感じ。だから日本酒初めての人だったらさっきの多分雪美人で、で多分日本酒好きな人の方はこっちだよね、うん。でもさっき雪美人がね、やっぱ冷やで。ね、いやいや絶対そうだと思う。うわ、これ大人よ。
本のな。あ、山本。でもフルーティーな感じはあるから。ね、飲みやすい。飲みやすい。どちらがお好みですか、デュアブラックと雪美人。私、雪美人なんだね。なんだね。なんていうんですか、ま、日本酒って感じが、うん、こっちは強かったけども、うん、なんか新しい飲み物みたいな、そう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 、いただけちゃったかな。フルーティー、もう私これ以上飲んだら行方不明な。あっ、すごーい。それ黄色いの金竹って言って、金竹、銀竹っていうのもあるんですけど、今日は金竹だけ。金色してるからね。もう全部入れちゃってもいいかなと。わかりました。はい、ドシャットね。あら、じゃあいいですか、ごめんなさい。ドシャキャット。ドシャキャット。もう肉はもうちゃんとあって、そのお花はこれアスパラナっていう、まあ、はい、のお花だけちょっといただいたんで、ちょっとあれですけど。いいですか、お花。もう全部、僕はいつも食べます。お花も食べます。割り下入れて。はい、割り下。ちょっとまた前、すみません、失礼して。はい。古酒。古酒いっぱい使ってるんですね、お酒。お酒臭かったらごめんなさい。香りがいい。お願いしますよ、ぜひぜひ。こちらのお店はやっぱりお一人とかでもフラッとお邪魔しちゃって、最近だと、予約制なので、ご予約いただいてって感じなんで、ご予約は必須だそうです。ちょっと一人でやってるもので。なるほど。確かにいいよね、近所にこういうお店あったらいいよね。いや、週に7回来ちゃうね。食べる前に春菊、皆さんも好きなら春菊ガッと入れて、はい、食べると良いかな。ぜひ、この卵すごいね、黄身が綺麗なの。ほらー、強い。卵は、枝豆焼きスクランブル、厚焼き卵とか、どれが好きですか。目玉焼き。あ、わかる、私も目玉焼き。あ、この人ね、そう、知ってる、確かに。パサパサの固ゆで卵です。そう、パサパサの卵いいんだみたいな。スクランブルってことはダメでしょ。あの、入り卵も好きなのだけど、一番好きなのはやっぱ固い茹で卵。だって黄身はさ、ソースじゃなくておかずなわけじゃん。ちょっと鼻が痒い。固茹で派はね、多分肩身狭い思いされてる方、多分ご覧の中でもいらっしゃると思うんですよ。でも固茹で派だって絶対悪くない。おでんだって固茹でだし。固茹で派って結構いるのかね、多分。いや、でもやっぱこういう目で見られるもん。うわーって、うん、まあ、とは思わないけど。わかりますよ、皆さんのその服のお気持ち。どうしましょうね。うわー、どうしゃキャット。春菊入れました。しゅんちゃん、パクチーとかお好きな方。大好きです。私大好きです。パクチーだけでいける。あー、そう。あ、ね、美味しいよね。何もつけなくてこれもいけるぞ。あ、そう、違ったかもしれない。パクチーだけのサラダあるじゃない、よくあります ね、あれとか最高だよね。はい、おかわりしちゃう。このお出汁がね、こうしっかりしてても、このギノコの匂いがしっかりね、ちゃんとね、香ってきて、すごく食欲そそる。うん、これキノコ好きたまんないね。おいしい。うん、うん、うわー、これはね、またまた。どうですか、ブイちゃん。うん、コリ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 。うわー、うわー、このもう、カップ麺も、うん、うん、おいしい。日本酒、うん、なんかふわってね、香って香りますね。ね、うん、おいしい。うん、うわ、おっぱいに黄身が、おっぱい黄身が、黄身だけに、おいしい。春菊もいいね、ちゃんといい、働きしてる。春菊ね。うん。最初の一口から、鼻に抜ける後味から全部完璧ね。うん、素晴らしい。キャスター、寒いんだね。4度。うん、4度。さっきさ、私鼻かゆくて、うん、どうしたの？お手洗いの近くにさ、鏡見に行ったんだけど、うん、もうね、お手洗いの近くに行くだけで、吐く息が白くて。あ、あんなに？うわー。あの、入れていただけですね。あの、そう。卵入れた。卵いっぱい今日食べさせちゃって、すみません。大丈夫です、卵いっぱいで。大好きです、卵。あら、よかった。失礼します。お姉ちゃん、ドリアンさんとブリアナさんだよ。ご覧になってますか、純子さんのお姉様。絶対見る。絶対見てる。うん、すごい見てる。そう。うん。ブリちゃんの YouTube を見て、弟だって気づいたみたいです。びっくりされたでしょう。本当ですか。
ほんとほんとほんとに。そう、うちのお父さんで違うところからルートから知ったみたいな人さ、お姉ちゃんとかさ、ブリュラさんとかで、ブリュラさん、ドリアさんファンだから、お母さん、お姉ちゃん得だと思うな、これ本当に。あ、息子とこの二人が挟まれて、あらねえ、よろしく。枝豆家の皆さん、お世話になってます。わあ、これすごいね、やばいね。うん、熱い熱い、しい。このバリスタが、いわ、飲めるね。ピリッとしピリッと、うん、ピリッとするのが美味しい。ほんのちょっとでこれくらいピリッとするってことは結構辛いってこと、ね、それ全部入れると結構ピリピリピリと、ね、やめないよ、ブリアナさん全部入れたりするの。あ、元太君、もうやめないよ。本当にもう向こう水なところがあるから、ブリアナさん、そういうのやってない。私もやってないから。あ、みんなやってない。私やってんだよね。ちょっとね、20年前だったらかまだ払ったんだけど、内臓に来るから。そう、本当に30代前半までかな、できたの、うん、ね、過剰なのは良くない、うん、何事も。でもこれ、このピリ辛ぐらいがすごいし、ね、大将、この辛さ、嫌な辛さじゃない、うん、全然、すごいなんか締まるよ、ね、締まるわし、なんかほんのり山椒のような。いや、わかる、半分あるよね。そうね、うん、口の中の残り方が、うん、京都が割とこの味のさっぱりしたものから順々にこうどんどん濃厚になっていく感じのストーリーだったね、うんうん。デザートもちょっと、あ、デザートも食べれたらという感じで、最後チョコレートのケーキみたいなものを食べられる。チョコレートケーキ、最後にそれくる。トリパンダコッタよ、トリパンダコッタ。いや、大変だ。奥様か。あ、出た出た出た、奥様だ。まあ、つなが、うちの妻作ってくれた。いいな、うちの妻がだって。あなた無理じゃん、旦那さん。いや、見せるな、あなたスキッピーがいるじゃん。私、何だろう、紹介して前回、うん、すごい好き、うん、ギリミコン、すごい好き、好き、あっ、こうやって私一人になっていくんだよ。借金はどうなの？まったくないんです。おしめりも、おしめりもない。おしめりする暇ないの、まあ、最近は特にね、お忙しくて、ね、本当に全然ない。仕事に次ぐ仕事ですもん、うん、もうこの人のために一生懸命働いてるよ。あ、私だけじゃない。そう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 。でももうさ、去年のさ、ご一緒させていただいたさ、ステージからもう1年以上経つんだよ。ラッシュクルーズ、京都の。京都の。あれは10月28なの。あれ、去年、去年。法輪寺だっけ。法輪寺、京都法輪寺の嵐山法輪寺で小冊子。国葬だ。うん。素敵なイベントでしたね。ねえ。あれは豪華だったね。大量。メンバーが。失礼します。じゃあちょっとまたトントンとできますね。ちょっとお皿も下げつつ。あ、うちの妻が、あ、おあ、美人な妻が、あどういうこと言う、どういうこと、味濃いので鍋とかすればいい、ね、ぜひぜひ、うわ、ほんとだ、あ、やばい、すごいね、すごい、いや、すごいよ、これびっくりする、生チョコ、うん、ね、生チョコみたい、あ、ほんとだ、あ、おいしい、大好き、こういうの、これはすごいわ、うん、奥様すごい、濃厚なんだけど、この量食べてもそんなにしつこくなくて、そうね、もたれなし、そう、うん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 、何の仕上がるの、ブリアナさん大好きです、うん、うん、一番好き、あ、へぇ、エントリーナンバー6番ドリアン・ロロ・ブリジータです。私12月24日クリスマスイブが誕生日です。誕生日にかこつけて、
いろいろ悪質なイベントを開催しようと思っておりますので、よかったら SNS ご覧になってください。わーあーあーあー、来年誕生日です。お願いします。来月は循環器内科と、皮膚科と整形外科予約が入っているので、全部頑張って、ちゃんと起きていきたいと思います。お願いします。本日の動画はここまで。私フリアの気になったゲームの実況だったり、お食事をしている姿、アクティブにスポーツのようなことにチャレンジしている動画もアップしてまいりますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回の動画までみんないい子にして、待っててね。バイ。破れかぶれにあたってはスタコラさっさ散る前に、なぜ私はこんなにも強くあらんと走るのか、甘味食べ食べ真夜中の夢に舞いで大回転、あなたがいるから元気です、そこのけそこのけブリアナが通る、デリケート私もそうよ、窮屈な画面などはみ出してしまいましょう、誘惑のバレエ、私の唇からぶっ放して差し上げる、ミッドナイトヒーロイン、強いヒールを履きこなして、ミッドナイト知るべ、ミッドナイトヒーロイン、バッチ効かせた私を呼んで、ミッドナイト